ぱい届きました。はい、皆さんこんにちは。今回ね、何が届いたかというと、実はこの小さな箱の中に 3D プリンターが入ってるんですね。しかも光造形機です。もちろんこのサイズなんでめちゃめちゃ軽い、もう片手でね持てるレベルでした。今回購入したのはライト 3DP-S1 というね、手のひらサイズの超小型光造形 3D プリンターなんです。いや、このサイズ感すごいでしょ。これ初めて見た時なんだこれ思いましたもんね。組み立て式ではあるんですけども、そこまでね専門的な知識や難しいねテクニックが必要というわけではないので、ちょっとねこれは挑戦してみようかなと思って購入してみました。今回の動画は開封から組み立て、このあたりをメインに取り扱っていこうと思います。もし同じように興味ある買ってみたいっていう方がおられましたら、ぜひね、ご参考にしていただければと思います。それではまず開封いってみましょう。さあ、どんな風な感じでね入ってるんでしょうか。はい、開けてみると、あ、何やらねプラスチックケースみたいな感じのものが出てきました。おそらくねこれが本体なんじゃないでしょうか。ただでさえ段ボール箱小さかったのに、さらに小さいケースってどういうこと。あとは小さな箱が一つ入っていました。では本体のケース開けていきましょうか。はい、中身の方はですね、はい、こういう形になっていて、クッション材がまず入ってますね。で、まあパッと見た感じいろいろねごちゃごちゃ入ってるんですけども、はい、こちら、まあネジとか、まあビスとかね工具類、そこら辺が入ってます。で、こちらは、リードスクリューとか、あとステッピングモーターとか、その辺がちょっとねちらっと見えますね。はい、で、こちら、あ、これね、光造形 3D プリンターではおなじみの、はい、あの例のあの背のパーツですね。まあスライダーですね。あとはまあこういったね、器具で使うパーツ、今はちょっとねどこに使うかわからないですけども、その辺が入っております。で、これ、プラットフォーム小さ、めっちゃ小さい。何これ、すごい可愛いサイズですよね。うわ、これは楽しみすぎる。そして、あとはケーブル類、あとはシールっぽい何かかな。はい、で、こちらメインのね基板になります。で、モニターの方もこちらにねついておりますね。はい、で、残すところは金属製のプレートですね。まあこれはちょっとベースになるのかな。はい、以上。思った以上にシンプルな内容でした。では最後残されたね小さい小箱見ていきましょう。これにはね何が入っているんでしょうか。お、何やら FEP とか書いてある。あ、これはあれですね、 FEP フィルム、ちっちゃい、また小さい筒になってる。そしてね、はい、シール系統ですね。まあ、クッション材とかそのあたりが入っております。はい、出たレジンバット、小さ。うわー、まあ、金属フレームもね例のごとくついております。すごい軽いし小さい。何これ、おもちゃみたいなサイズ。はい、ではね早速組み立てていきたいんですけども、取説等は一切入っておりません。代わりにこのような形で公式サイトで手順が紹介されていますので、これに沿って組み立てていきたいと思います。さあ、まずはプラットフォーム作っていきましょう。何度見ても小さいなこれ。とりあえずね、軸をつけて、で、接合部、ここがねマグネットでくっつくみたいなんですよね。これで簡単に完成しました。うわー、ちっさ。続いてプラットフォームを固定する部分、これをね作っていきます。今のこの部分がねちょうどマグネットになってて、ここと、プラットフォームがピタッとね、磁石でくっつく形になっております。まあ、こんな感じで両面テープをつけて、あとはしっかり固定します。はい、
まあ、これがねちょうど、プラットフォームの先端の部分なんですけども、はい、こんな感じでねくっつきます。で、固定用のビスをつけていきますね。一応3点で固定されているようなんで、この黒いビス、これで、2点まず固定して、残り1つは着脱用のスクリューになっております。そしたら次にガイドレール、それとスライダーですね、これに取り付けていきます。こんな感じですね。取り付け自体は4本のビス止めで、大丈夫だそうです。さあこれね、まあ、あの光造形式の 3D プリンター持ってる方ならね、ほんとお分かりいただけると思うんですけど、このパーツ、はい、こんな感じにね、なっております。あんまりこれ単体でね触ったことなかったんで、あーなるほどな、こんななってんやなっていう風によく分かりますね。はい、取り付け完了しました。これね、この両端のレールの先、ちょっとストッパー等はね特にないので、作業していくうちにこのパーツがポロッとね落ちてしまうっていうことがあるんですけども、まあ、その時はまた簡単にね、レールに沿って、取り付けていただけるので、その辺は、ご心配なく。はい、3D プリンターのねこのおなじみの動作、この上下ですね。さあこうやってちゃんと動いてくれるでしょうか。はい、では先ほどのね、ガイドレールと本体に取り付けるためのこのパーツ、これをね組み合わせていきます。はい、こんな感じになりますね。ここまでは特に難しい作業はないかなと思います。続いてはリードスクリューの下準備ですね。ちょうどこのパーツがモーターと連結していて、これがくるくる回って、まあ、Z 軸上下の方を動きコントロールしますっていうパーツですね。このようにチューブの半分くらいまで入れば OK。 さあそしてね、ここからが今回の組み立ての一番のね、ちょっと難易度難しいところなんですけども、まずはこのステッピングモーターにケーブル挿していきます。はい、そしてねようやく登場したこちらメインの基板になります。中央にはね LCD モニターも一体化されてますね。両サイドには4つのボタンがあります。ここからは先ほど作ったレールのパーツ、そしてモーター、そしてこの基板、この3つを一気に取り付けていく感じになります。モーターの取り付け位置はこちら、裏返すと軸の方がこういう形でね出てきております。そしてレールパーツの取り付け位置はこちら、基板をモーターとレールのパーツで挟み込むような形で取り付けしていきます。ここのね取り付け作業が一番ちょっとしんどかったですね。なかなかスペースがないんで、こんな感じでちょっとちまちまとねなってしまってるんですけども、まあ、ちょっと時間かかりますけども、ここは確実に締めていきます。はい、そしてね取り付け終わりました。反対の方はこんな感じになっております。そして、ここら辺がね終わりましたら、こちら、コネクタのケーブルですね、これを、電源の方に接続していきます。これねちょっとミスってるんですけども、これ接続のちょっと向き反対にしちゃってるんですよね。だからこれ電源入れた時にこう真逆のねモーターの動きしてしまって失敗しました。これ、反対なんです、申し訳ない。いやー動画ではね一瞬なんですけども、ちょっとなんやかんやねいろいろミスったりもいろいろありまして、意外にちょっとね時間かかっておりました。さあ、ここからはですねリードスクリューの方を本体の方に取り付けていく感じになります。先ほど先端をねチューブの半分ぐらいまで入れてたんですけども、はい、こちらの穴の中から通しまして、で、ステッピングモーターの軸の部分ですね、これを、先ほど半分の方、空いてると思うんですけども、そちらの方に、接続していきます。結構ね、なんか、まあ、これで大丈夫なんかな、接続っていうような感じの、方法なんですけども、ここは信じて進めていきましょう。そして次はこのスクリューとプラットフォーム接続パーツの固定ですね。この工程でガイドのレールで、パーツ自身、で、スクリュー。ここら辺が全部ね、一体化して固定されることになるんで、結構ね、安定感が増します。さすがにここがぐらついてたら、造形の方にもちょっと悪影響がね、ありますんで。はい、そしてお次はこちら。
これね、UV LED ですね。これで、レジンの方を硬化させていく形になるんですけども、このようにあらかじめ基板の方と接続されております。この LCD モニターの方が、LCD パネルの方もね、兼用しておりますんで、このように下から紫外線を当てて、で、レジンバットの中の UV レジン、これを硬化させていくという形になります。まあ、ポジション的にはこんな感じですね。で、こちらの金属プレート、これがまあ土台になるんですけども、この中央部分、ここに両面テープを使って、今の UV LED を貼り付けていきます。こちら向きがあって、まあ、短い、長い、ここら辺のね、穴からの距離、分かれているそうなので、これは要チェックですね。さあ、UV LED の貼り付けが終了したら、これに対するカバーですね、これを取り付けていきます。こちらケーブルを逃がす、くぼみがねちゃんとありますので、それに沿って設置していきます。このような形でモニターの部分のみ UV の光が当たるようになっております。いやー、結構ね長かったけども、ここまで来たらもうあと少し、このスペーサーで、基板と、下のプレート、これを接続していきます。はい、取り付け完了しました。この工程でやっとこういう形で置けるようになりました。四隅しっかり止まっているので、結構ね見た目に反して安定感はいいです。さあ、ここまで終わりましたら、基板にあるこの2つの丸印、これにマグネットを貼り付けていきます。このマグネットはレジンバットの固定用ですね。レジンバットに金属フレームが使われているので、まあこういう形でくっつきます。まあ、2箇所でくっつくけども、これ大丈夫なんかな、これも固定的には、まあ、ちょっと若干ね不安はあるけども、まあ、サイズが小さいからそこまでこう、まあ、信じよう。貼り付けたらこんな感じになります。そして次に設置部分にこのようなクッションを貼り付けていきます。両面テープが付属しているので、このクッションに貼り付けて、その形状に沿ってカッターナイフ等で、自分で、作っていく形になります。この辺ね、ものすごい工作感ありますよね。さあ、ということで4箇所四隅貼り付け完了しました。これでね、さらに安定感増しました。ブレもなし。さあ、いよいよ工程上がねラストになります。こちら出ましたね。レジンバットです。さあ、これ、もう何するかね、分かった方、多いんじゃないでしょうか。そうです。FEP フィルム、これを貼り付けていきたいと思います。基本的な構造は、一般的なレジンバットと同じなので、FEP フィルムを同じようにやればできるはず。FEP フィルムは、このような筒に入っていました。いや、なんか巻きもみたいな感じやけども、はい、じゃあちょっとね出してみましょう。うわー、ちっさ。一応このようにね IC が挟まっているので、傷とかは特についてませんでした。で、しかもね嬉しいことに FEP フィルム、これ2枚ついてるんですよね。地味にありがたい。さあ、ではこちらのレジンバットに貼り付けていきましょう。フィルムを乗せて、で金属フレームで押し付けていきます。大きさが小さいだけで、基本的には一般的なフィルムの貼り替え作業とそう大して変わらないですね。てなわけでフィルム貼り終えました。いや、しかし可愛いサイズやな、これ。どんだけレジン入るのよっていう感じですよね。はい、裏面もこんな感じ。サイズが小さいから固定も四隅だけでいいんですね。はい、というわけでこれにてようやく全工程終了。最悪や。なんかパーツ残ってるし。しかもこれステッピングモーターの形状と一緒ってことは、うわぁ。
いやー、2回もね、組み立てを楽しめるなんてもう神キットですやん、こんなん。素晴らしいよね。はい、というわけで、これがね、完成品となります。はい、ここね、忘れてたパーツの場所、ここ。まあ、無事ね、これで、動作もするでしょう。電源の接続はここ。これ、12V の AC 電源必要なんですけども、これ本体キットには含まれてないんですよね。なのでちょっと自前で用意しないといけません。そしてこちらがマイクロ SD カードの挿入口。はい、というわけでね、なんとか形になりました。いかがですか、このサイズ感。こちらね、作ったレジンバット設置してみましょう。はい、パチッとしっかりね、固定できてるのかな。これは一応マグネットなんで力入れたら取れるんですけども、ある程度強めのマグネットなので、まあ、しっかりくっついてるっちゃくっついてるのかな。実際にプリントやってみてどうなるかっていうところですね。はい、そしてこちらプラットフォーム、これもマグネットになっています。パチッと、はい、こういう形でくっつきます。ある程度自由に動くのでレベリング調整も可能。基板自体にオンオフのスイッチを取り付ける部分はあるんですけども、基本的にはこういった形でケーブルを挿せばオンになるといった状態になっております。お、起動した。うわー、いいね。なかなか。はい、無事で起動しました。いやー、よかった。なんとかこれで 3D プリントの方やっていけそうですね。この後まずデータを用意します。で、そのデータを、まあ、スライスしますね。で、スライスしたデータ、これをまたこの機種用に変換するっていう作業があります。それをやって、まあ、ようやく 3D プリントっていう形の流れになるんですけども、まあ、結構ね、まだまだちょっとやることが多いので、動画の尺的にも一応は後半という形で、また次の動画に残り回したいと思います。ここまで見て、ちょっと動いてるとこ見たいんやけどっていうね、方には申し訳ないので、次回予告という形で、ちょっと動いてるところ、予告動画として流したいと思います。それでは、どうぞ。やっとの思いで 3D プリンターを完成させたが、真の戦いはこれからだった。超小型 3D プリンターに翻弄されるソレツク、繰り返される印刷の死に抗う術はあるのか。次回、ライト 3DP 印刷編、小さなボディに大きな可能性。ぜひご視聴ください。